三味線読本、三味線基礎練習帳、ともに杵屋六郎が、速水哲郎のペンネームで書いた本です。三味線読本は、読むことで三味線上達のヒントが数多くわかるようになっています。これから三味線を習う人や、すでに習っていて、さらに上達したい方に、大変おすすめです。三味線基礎練習帳は、同じ技術を繰り返し体で覚える、このことによって基礎技術を習得する地味な本ですが、確実に上達が期待できる練習教本です。練習に際しては、鏡やビデオを撮ることで自分の技術を冷静に反省することができます。練習の成果は短期間で現れないかもしれません。それでも辛抱強く練習を積んでいきましょう。調子3年、間8年という言葉があります。これは調子をきちんと合わせるのに3年かかる。勘どころを正確に抑えるのに8年かかるということです。芸は年月を積むことが大切です。簡単そうに見える技術でも甘く見ない方が賢明です。黒髪。Yeah.
恋し夜せないよ積もる恋で積もる白雪水の流れ滝流し。